まみもめもさやかです。ゼルダ無双薬剤の目視録発売おめでとうございます。ありがとうございます。こっちのリンクターのぬいぐるみは前々から Vlog で私がちょこちょこ見せてるので知ってるかと思いますが、本日11月20日にゼルダ姫バージョンも発売されまして届きました。これで2人で並べて飾ることができてめっちゃ嬉しい。ちょっとゼルダ姫大きめかな。ちなみに2つとも同じ会社さんが発売しているものになりますね。リンクタの方は私は東京のキャラストリート期間限定でグッズ販売してる時があって、その時に購入しました。ちなみにこのゼルダ姫私予約したの2020年7月19日なんですよ。4ヶ月前ってことだよね。まあこのゼルダ姫はブレス・オブ・ザ・ワイルドの後のゼルダ姫なのであれですけど、このゼルダ無双を発売するのと合わせたのかどうなのか気になるところですね。そしてこちらがゼルダ無双薬剤の目視録トレジャーボックスとなっております。いくらだったっけと思ったら 16,152 円。裏面こんな感じ、セット内容こんな感じですね。私さ、絶対買おうとしてるソフトってさ、条件反射で買うからさ、何がついてるのかわかんないんだよね。よいしょ、オープン。ででん。まさかの縦型だった。こういう箱のテンプレってあるんかね。なんか、ゼルブレイドもなんかこうソフトと CD みたいな感じで入ってた気がするけど、これは CD ではなくアクリルプレートらしいですね。重っ。ソフト。いやー、かっこいいね。100年前の世界で遊べるんだよ。で、ちっこいガーディアンのストラップですね。ブレス・オブ・ザ・ワイルド本編をやるとさ、ガーディアンは敵みたいな感じでいるけど、もともとは味方だったんだよね。古代の遺物から発見された防衛してくれる子だったんだけど、なんか乗っ取られちゃって暴れてっていう話だったよね。で、これがタオルケットっていうか何なんだっけ？タオルケットでいいのかな？結構、あ、なんか、こうおまけにしては質感がすごいいいですね。あ、大きいこれでパラセールできるじゃん。いやと言って飛び降りないけどこれなかなかいいですね。ちょっと普段使いするにはもったいないな。でもやっぱね、こういうの使ってなんぼだと思うんで使おうかな。すごい、私このマスキングの梱包に感動したんだけど、めっちゃピシーって切れてる。うわー、見て、アクリルプレートめっちゃかっこいい。めっちゃかっこいいパッケージのイラストですね。アクリルプレートっていうか、もう本当に想像してるアクリルプレートの20倍は重いですねプレイするのめっちゃ楽しみ。パッケージの中は真っ白だね。ちなみに私このゲームは、実況は多分喋らない垂れ流しを限定公開してダイジェスト版みたいなのを投稿するかなと思いますので、もし興味がある方はそちらも見ていただけると大変嬉しいございます。ということで、まさか100年前がねできるっていうゲームゼルダ無双薬剤の目視録発売ありがとうございます。楽しませていただきます。それではここまで見てくださってありがとうございました。まったねー。